はようございます。おはようございます。今日は元気ですね。なんかいいことあったんですか？昨日のご飯ケチャップレバーで美味しかった。あ、今日6月そう、おはようございます。おはようございます。今日夏だね。夏だよ。来週から30度超えるって、うん、で、今日は日曜日なんですけどみんなお休みなのでパパのプレゼントを買いに行きます。え、パパのプレゼント買いに行くのよ。え、でもズボンは買いに行くよ。ズボン壊れた時昔あったじゃん。ズボン壊れたこの間破けてたね。あのボロンってお尻の下開いてた。でもあれあと3本ぐらいあるから大丈夫だって。念のため聞いておくけど、うん、なんか欲しいものある？特にない。特にない、うん、何でもいい、うん、絶対ダメなものがあれば。絶対ダメなもの、うん、服だな。服はいらねえ、ま、服以外ならって感じ。あだよね、うん、服屋は避けるわ、うん、何のサプライズにもなってないんだパパ、なんか欲しいものある？パパ、明日、父の日を買いに行きたいから冷たかった？じゃあ、運転よろしくお願いします。はい、そろそろ出発します。ご準備してるじゃんか、うん、準備完了。見て、あ、もう玄関に水筒と荷物置いてあるね、うん、母ちゃんとさ、寝てるときはパパのプレゼント買いに行くから。え、ゴーのプレゼント買いに行って。ゴーはゴーの誕生日に買うから楽しみにしてて。え、で、ゴーはパパとすごい行くってカードいっぱい売ってるところ。あー、参ったところね。参ったからね。そう、あそこ連れてってくれ。あー、参った参ったからね。そうそうそう、参ったからね。だから、パパとゆっくり使いましたこんなでっかい水筒いらないでしょ。いる、お願い。終わった？ありがとう。でめっちゃ綺麗。お、すごいな。家みたいじゃん。これ休めるお休みはこれ作ったの？はい。カビ予防に立てかけて扇風機を当ててます。違った？カビ予防に扇風機を当ててます。あ、掃除機をかけます。あ、掃除機かけてくれるって？うんありがとうございます。ありがとうございました。ダイバーシティに来ました。はい。あ、何にしようか。え、全然決めてねえや。ハイポーズ。イエーイ。ハイポーズ。イエーイ。オッケー。さあ行きましょう。ほら。行こう。はい、お待たせしました。ピックタッチした？ゼビオにやってきました。ここで探してみます。はい、無事買えましたね。はい、ゲットしました。あともう一つだけ買いたいものがあるそうなのでそれを買っていきましょう。降りるよ。今無事買い物が終わったんですが、なんか2人が行ってみたいところがあるそうなので向かってみます。どこに行くんですか？お化け屋敷。赤ん坊地獄。やばい、これ歩くの？歩き系だね。いける？
行くの。もちもついてきて。ぶっ飛ばすぞ。楽しかった。でもドキドキしたね。頑張ったじゃん。うん、よく頑張った。ネネはどうだった？怖い。どうしたんですか？5だけ取って5取ってほしい。5何してた今？カードしてた。様、出来合い中につき、はい、恋愛？ほう。神谷さんやってる。あ、そうなの。ここは店員さん？うん、なんか、無理やりやられてる。キキがお客になってあげてるの？これからドライヤーやるから。あ、そう。今はセラミドになってたらしい。セラミド？髪に乗ってたらしい。やばくない？今、じゃーん。じゃーん。今、洗ってるから。あ、ここでやれるんだ。シャワー。これシャワーじゃないわ。あ、これドライヤーだ。めっちゃ早く乾きそう。店員さん、めっちゃ酔っかかってんじゃん、お客さんに。肘置いちゃってんじゃん。あ、まだ終わってないわ。めっちゃケアしてくれんじゃん。終わった？まだまだ。おじゃいや、おじゃいやが。ちょっと顔にありやすい。